こんにちは、戸川純です。私のニューアルバム月々大好きがとうとう発売されることになりました。私はある一貫したテーマを追い続けてるんですけど、ファーストアルバムでは生理というコンセプトに、それを切り口にしてエロスというものを、まあ、浮き彫りにしてみたかったんですね。それでユニットを作りまして、それでは閉鎖的な民族性という切り口からエロスを探ってみたかったんですけど、今回月々大好きというニューアルバムではですね、恋愛というものを切り口にエロスを探ってみようと思ってるんですよ。そしてそれはより一層ポップでバラエティーのエンターテインメント性いっぱいなスピード感のある仕上がりになっています。どうか戸川純のニューアルバム月々大好きよろしくお願いします。